自害保険で警察も手出せないんですよ。そうか。じゃあカジノやらした方が金になるよな。カジノ？カジノできないよ。もっと儲かるじゃねえか。バカ野郎。うるせんだよこの野郎。こっちが決めるじゃボケ。うるせんだよバカ野郎。なんだてめえまで調子乗るなってこの野郎。だから証拠見せろって言ってんだろこの野郎。てめえはいつもとろいんだよこの野郎。あたしはお金ぶち殺すぞこら。そいつパクでいいんじゃねえかこの野郎。ふざけんなバカ野郎。こんなことじゃできるってだろ。お前よく釣りなんかやってられんな。こら！なんだこいつ。てめえの知ったことか。てめえの人は何もあんだこの野郎。知らねえよバーカ。焦ってたこの野郎。ぶち殺すぞこら。おお。汚ねえヤクザだ。2枚も3枚も持ってたろこの野郎。調子に乗ってると容赦しねえぞ。言う通りにしますんで。悪いと思ったら指詰めろよ。指ってんじゃねえよ。許してもらえませんか。かっこつけてんじゃねえこの野郎。よかったなじゃねえよてめえ。おイカ様やったんで腕折ってやったそんなこと聞いてんじゃねえんだあんま調子乗ってとまた無茶ぶち込むぞらおいこれから合法的にでかい金を動かしていくまあ教えてやるけどこの前聞いたんですけどどうやらブルスってヤクザが生きてるらしいんですよ例えば同じ売春でもちまちまやらねえで外務省の役人とするんで国際的なマーケットほら1台分ぐらい開けんかよ常識やろよ俺はお前どういう教育してんだ。あたかたうるせえんだよバカ野郎ぶち殺すぞこら女つま一体誰向かって喋ってんだこの野郎自分は何やっとるか分かってるっちゅうのかバカ野郎ここ誰の店だと思ってんだおいチンピラ何様のつもりやこらやってやるやねえかやれよこの野郎おもちゃかこれやってやっから東京持ってこいこの野郎だからやってみろっつってんだろこの野郎やめてくださいああやめろ魚の餌にしまうぞこの野郎